はい、どうもビターズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。5本撮ってまして、3台目ですね。ちょっと喋り疲れてきました。2本分でも30分ぐらいずっと喋りっぱなしになってますんで、3本目いきたいと思います。今回はオリンパスのキャメディア C21 という機種でございます。単焦点で F2.4 の、そこそこ明るめのレンズがついてる機種でございます。記録メディアですがスマートメディアを使います。これね、で128メガまでは、対応しているようです。電池は単三電池2本ということで、よし。でここのですねレンズカバーをスライドすることで電源がオンになるんですが、今日ですね、使ってる最中、自分の不注意でカメラを思いっきり落としてしまって、で見てくださいよ、ここも完全ひび入ったりとか、ここもなんか削れてたりだとか、あとはどっかへこんここねへこんでたりだとか、すごい、ボロボロになってすごいへこんだんですけど、一番残念やったのがもう電池蓋が閉まらなくなりまして、ここですね爪が本来ついてるんですけども、それが欠けちゃったんで、電池がもう止めれないように、なったんで、もうこういう風に親指で押さえながら使わないといけないと、テープで止めてもいいんですけど、ということで、作例、撮りながら途中他のカメラで撮ってる最中にこいつが落下するという、ことになりまして、でもうそれ以降ほとんどこいつでも写真は撮れなくなっちゃったんですので、作例はちょっと少なめにはなりますが、レビューしていきたいと思います。で電源オンにすると、すごい音鳴りましたね。あ、電源切れた、はい、ノーカード、カード入れないとダメなんですかね。よいしょ、こうですね。あれ、使うようになった。ついてんのか。あ、ついてますね。このカメラですね、電源オンにしたところで、画面が表示されないので、わざわざここで一回画面の表示をオンにしないといけないんです。毎回ね。で画面オンにするとこういう風に、メニューみたいなものが出てきまして、露出補正、フラッシュでフォーカスで、これがデジタルズームで、これが、速攻ということで選べるようになってます。でもう一回この OK ボタンっていうのを押しますと、セルフタイマーとか、あと連写とかの設定で、クオリティの設定でホワイトバランス ISOで、これがシャープネスですかね。で、クオリティ、スーパーハイクオリティ、SHQ にしますと、JPEG か、TIFF どちらかで選べるというのがあったりだとか、あと SQ セットアップ、SQ という、クオリティではどちらの画像サイズを使うのかとか、あと BPON レックビューという機能が、入ってます。で、カードセットアップとか、とかですね。でなんかこうこれというメニュー画面はこのカメラないんです。なのでこれでメニューは以上です。でちょっとあの電池をここ押さえてますんで、どうしてもちょっと使いにくいんですけど、こうやってインフォっていうのを押すと表示の切り替えできると。使いにくいカメラでしたね。毎回あの電源をオフにするたんびに画面表示がもうオフの状態で始まるとか、あとフラッシュがオフにしててもオンに戻っちゃうとかっていうので、あんまり使い勝手は良くないというカメラですね。あと電池がすごい
持ちが悪いというか、なんか不安定っていうのもあって、まあ、レンズ自体はそこそこいいレンズなんじゃないかなとは思うんですが、まあ、生かしきれないかなと。あとセンサーが補色フィルターだと思うんですけど、ちょっと色味は色の鮮やかさには欠けるかなと、いう点で、まあ、個人的に言うとあんまり好きではないかなと、いう機種です。形っていうかデザインはすごい好きなんですけどね。なんか昔の高級フィルムコンパクトみたいな、感じにも見えなくはないデザインが、僕は気に入ってるんですけど、使い勝手は悪いですね。という、オリンパスのキャメディア C21 です。2メガピクセル。まあ、ここにねモノクロのパネルが入ってるのはありがたいんですけど、いかんせんもう電池蓋いっちゃったんで、今後使う機会は、ないかなと思います。とともにジャンクで見つけたら、またデザインは好きですからね、値段がまあまあそれなりの値段であれば、購入、改めて購入したいなと思っております。ということで作例ちょっと少ないんですけど、こちらをご視聴いただきまして、お別れとさせていただきます。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。